プロデューサー様、ごきご機嫌よう。お仕事の具合はいかがでしょうあまり頑張りすぎてはいけませんわよ。私たちがのびのびお仕事できるのも、プロデューサー様がいてこそ。だからこそ人一倍、お体が大事ですわ。千 <laughs> 尋さんに聞きましたの。お仕事の進みが順調で、 プロデューサーちゃまも、ゆっくりお休みが取れそうって。ですから、その貴重な休日を、少しだけ私にいただけませんこともちろん、プロデューサーちゃまがよろしければ、お休みを過ごすのにぴったりの場所を、私知っていますの。日常を離れて羽を休めるような、秘密の場所ですのよ。<laughs> いいお返事。 しててもらえて光栄ですわ私も念入りに準備をしておかなきゃ。日々の疲れを優しく癒す、穏やかなひとときを。プロデューサーちゃまの休日、私にプロデュースさせてくださいますし。プロデューサーちゃま <laughs> ご満悦のいい笑顔ですわ。心休まる、うららかな午後のひととき堪能していますわね。ほら、紅茶も入れましてよ。どうか存分に、味わってくださいまし。香り高い風味に、私の真心も添えて。普段なら、 紅茶の用意は家の者がしてくれますわ。でも今日は、プロデューサーちゃまをもてなす、特別な日ですもの。慣れているように見えまして当然、レディーの足しなみですし、練習だってしましたもの。それはもう念入りに。すべては、大切なあなたを癒すため。 最高のおもてなしで、プロデューサーちゃまをねぎらいたい。その一心でいましたの。<laughs> 喜んでもらえてよかった。今はあなたの笑顔が、何よりの喜び。私にとっても、最高の休日になりましたよ。さ、プロデューサーちゃま。 今日はゆるりと過ごしましょう。おしゃべりをして、心を通わせて、時間なんて忘れますわよ。